勝利直近インタビュー丹野大成騎手ですおめでとうございますありがとうございました会心の逃げ切り勝ちと言っていいと思いますが、はい、振り返っていかがですか今日はあのジャスパークローネが一番早いなと信じてましたし馬もしっかり応えてくれてあのいいスタート切れて最初の一波論目をすごくいい感じで迎えれたのであの時点でこれだったらと思ってました、えー、前半600は32秒台あたりで結構ハイペースだったと思うんですけど、はい、そのあたり同時の手タイム含めていかがですか 道中はもうペースのことは気にせずにあの、まあ、前回の競馬と同じようにあの気分よく生かしていた方が持ち味の生きる馬なのであまりペースのことは気にせず馬とのコンタクトだけを意識ししてました、えー、ゴール前は後続勢も、まあ、追い込んできましたけれども、はい、どのあたりで勝ちを確信という手応えはあったんでしょうか、うん、確信したのはまあ本当にゴール前過ぎてからだったんですけど、えー、と本当に最初のコーナーまでのアプローチが良かったので行けばでそこまでの。 アプローチでいけばできそうだなとは思いましたこれで重傷連勝となりましたが、はい、改めてこの馬の良さ一言でお願いしますはい。前回はあの函館からあのきつい輸送もある中で頑張ってくれましたし今日もこうやってあの重傷連勝できるようにすごく力のあるところも見せてくれましたし57キロと決して軽い範囲ではなかったですけど頑張ってくれたので馬をたたえてあげたいと思いますおめでとうございました勝ちましたダウンの騎士でした